武田鉄也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。触れることの科学。デビッドリンデン博士、この人間の皮膚ですな。肌。そこに、さまざまな。なんて言いますか。仕掛けがございました。その仕掛けを語っております。はい、今週、タッチはタッチでも、痛み。この痛みっていうのを少し。はい。これはまた面白いことにですね。痛みを痛みとして感知する。 脳の領域存在しないそうです<ー>、うん、分散してるらしいんですねはいいろんな領域が分散して痛みに関わっているとでこの痛みには必ず感情が伴うんですってはい、えー、感情と認知反応不快であるという表情が作られるはい不快は出ますなそうですね、うんえー、これはやっぱもう人間の なんか自動装置になっている。自分は安全か危険か予想通りか意外かこれからどうなる。そういうのが一遍に統合されまして感覚と感情がその痛みという情報を感覚と感情にこう散りばめるという。はい、これちょっと朝から何でございますが、えー、いろんな脳の部分がちょこっとずつ関係して 痛いっていうのを感じるんでございますがあのー、感情もついてくる痛みには感情感情も、うん、混乱すするんです、うん、それでよーく考えると快感なのに痛みと勘違いしちゃう<ー>この辺は本当に青少年には非常に大人っぽい話で申し訳ございませんが、はい、ものすごい、えー 性的な快感と激痛は同じ表情になってしまう、うん、面白いね人間ちゃ、はい、これどういうことかというといろんな脳の部分が酸化するもんでズバリ言うと色をいっぱい混ぜるとくすんだ色になるのと同じで、はあ、快感性的快感と、はあ、あの痛みっていうのを同じ表情にしてしまうそうです。 何とか分かんない状態になってゃまうってことですかね。と不快というのはもうそれゆえに似た表情になると<ー>この痛みっていうのはものすごく不思議な部分があってまだしっかり解明されてないみたい、うん、不思議な痛みでその不思議な痛みの中によくこの番組でも取り上げますが現実がある。はい えー、ないはず事故か何かで片手をなくした方がおられるんだけど、はい、ないんですけどそのないはずの手の指先が痛んだり、はい、これ最初は切断面の神経があるからだっていうことで、うん、そこの痛みを取るためにあの麻酔薬をそそこに打ったたりしたそうですよ、えー、ところが何の効果もない。ない腕の指先がじんじん痛むという。うん 正体が分かったのは脳が受け取る情報を勘違いして痛みとして本人に伝えているだからない箇所なのにそこが痛むという、はい、心理的な痛みっていうのはやっぱり肉体の痛みとして感じるそうですよ、うん、あの心が折れるとかっていう言い方がありますけども、はい、それはやっぱり一種脳の中で痛みとして、はい、ショックなこと言われると痛いもんな本当に 体調悪くしちゃう人多いってことですも、ね、は,は,は,はい。無意識のうちに体が反応して悲鳴を上げろとか、うん、そんなことを脳が叫ぶらしいんですね、はいえー、でこの痛みに対してオン細胞とオフ細胞というのがありまして悩みのボリュームをアップダウンさせる、はい、え言ってる意味わかる悩みのボリュームをアップダウンうん、はあ あのオン細胞とオフ細胞があって痛みを感じる。はいはい、であのこれぐらいは何ともねえやと思うと、うん、痛みが少ないんだけど寅、うん、さんの言うところの「それっちゃおしまいだよ!」そういう痛みを感じた場合は、はい、感情に支配されて痛みが増すんだ。増すんだこれはやっぱりあるよな。「ズけと言われて、はい、本当に。 心折れるって言いますが心が折れるっていう状況になることはありますよね。<laughs> なかなか立ち直れない時はありますよね。ね折れてね。うん。はい。なさんにもありますかありますよ。<laughs> ありますか。ああ。この心が痛みを感じることに関しては、うん、すごいですね人間ちゃんだから痛みの歴史ですな。紀元前3,400年も前にこの心の痛みをオフにする植物を 見つけたんですって人間は植物分かるよねもうね。<え>これはあのイラク南部のシュメールという地方で消し、はい、の実から取れるアヘンことかこれをちょっとあの細工して濃縮したやつ<ー>そうするとモルヒネっていうのができますけども、はい、これが心の痛みを取るんです。うん、で心の痛みが取れると体の痛みは消えるんです。 うーんどうでこれはモルヒネの成分が脳のエンドルフィンよく出てきますけどね、はい、私の話には、はい、それからエンケファリンという痛みに対するオフ細胞を活性化させるすごいっすな、うん、この消しのみって何で消しのみこんなのが成分として入っちゃったんでしょうその脳の中の脳内ホルモンそれを カットしちゃう。うん、そういうのが植物の中にあるという。しきりになってるね。それってどうなんだろう。自然なことじゃないですよね。ないよね。よねうん、だからモルヒネそのものが消えちゃうと、うん、あの、ね、痛みはまた復活するというわけでございますが、痛み不思議なもんでございます。はい、この月また明日のマネタの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷佳奈です。触れること、タッチ、皮膚感覚の不思議を説いております。はい。何月だったっけな、4月だっけ、5月入ってたっけな。あのー、WBC の戦いっぷりを語っておられましたな、ね、栗山監督もう裏話聞いても面白いね。その中で面白かった。 たのは日本の選手の中で滑り込みセーフで小指を折っちゃった選手がおられまして怪我してるんだけど全く痛みを感じないんだってヌートバーもあれなんか足かなんかやったしデッドボールも浴びてますよねそれでなんかねなんかの時に体調に異変があったんで栗山監督がヌートバーに対してだけど 次の試合休むかって言ったらしい。うん、そしたらあの温厚なヌートバーが、もう暴れんばかりに怒ったんだって。うん、へあの、誰がわざわざ日本まで来たんですかって。うん、試合やりたいから来たんですよ。痛いなんて言ってる場合じゃん。あのよくスポーツ選手とか、痛いなんか言ってる場合じゃないって言いますけど、うん、そういうのはやっぱあり得るみたいですな。うん、はい。 すごい例でありますが、デイビッド・リンデンさん、触れることの科学の中で、こんな痛みについての不思議な事実を取り上げておられます。イラク戦争の当時だったんでありますが、衛生兵のドゥインダ・ターナーさん。ドゥエインダ、ドゥエイン・ターナーさん。はい、この人が、戦場で右足と太ももに手榴弾の破片が突き刺さったんです、はい、破片が突き刺さったまんま、 この人は衛生兵なんで、なんと刺さったまんま仲間の手当てに走り回ったそうですよ。で、その間に爆風で実は右の腕が折れておったそうであります。それで仲間を助けるために戦場を走り回るもんですから、イラク兵士の格好の的になって二度銃撃されたんですって。で、この二発とも左足に被弾。 ところが、手榴弾の破片、から、爆風によっての骨折、それから二度の銃撃、本人が気づかないんだって。あの、よく、アドレナリンが出てると言,言いますけど、はいはい、本当にそうなんですかね。ねなんと驚く流れ、このターナーさん、ドウェイン・ターナーさん、12人の同僚兵士、戦友を救って、重傷の兵士を、 運んでた最中に「ターナーお前血まみれだぞ」って言われて、うん、それで倒れたんだってわ言われなければよかったそうそうそう,そう <laughs> 全く自分への注意を忘れていたという、うん、ターナー氏は衛生兵のいわゆるね面目を薬状痛みを感じなかったという,うこれが昨日お話しましたが脳の中にあるものが痛みをオフにするという。うん で、同じように悲観的な物事の発想とか不安などは痛みを倍化してしまう。はい。それはあの、痛みの激しさっていうのは脳が決めるんだって、うん、神経とかそういうことじゃなくて脳がダメだとかっていうので痛みがグッと回す。あるいは、女痛いなんて言ってる場合じゃない。あいつとあいつが倒れてるんだ。助けなきゃとかって思うとスッと低くなっちゃう,う。はい。 だからなんですが私もふっと思ったんですが首を切るあの時代劇でから「ぎろちん」だと考えてみると加奈さん本人は全く痛みを感じない感じないんだ感じるところがなくなっちゃうからでもそれ本人に聞いてみないとわかんないですっげえ <laughs> でもそれを訴えた死人はいないという。 死んじゃってますからねことでありましてその脳が感じてる痛みなんで脳さえなくなれば死を通過できるというそれからもう一つでありますが心が痛みを決定するということに気づいた宗教が禅なんですって座禅禅宗は痛みの解釈の仕方が違ってその 心をを決定すれば痛みを制御できるオンオフでききるるオオンフという、はあ、お坊さんがあの暑さを感じないっていう名言を残した「神道を滅却すれば」「神道を滅却すれば日もまた涼しい」はい「日が涼しいんですから」はあ、だから「オン・オフ」を決定するのは脳なんだというでそのことに気づいたのが禅週で禅週は脳の中にあるオン・オフの 操作の仕方を教えるるとという、はいう練習するという、はいえー、痛みに向かう感情を認知を動かして痛みの脅威と不安を小さくする心理術それが実は全集ではないかと<ー>宮本武蔵には「拓庵和尚」っていうのは出てきておーおーそれから、はい、あのあれだあのモンゴルを撃退した北条時宗だっけ 彼なんかもそうだけどピンチになると静かに座禅してたっていう<ー>その禅の瞑想法で、うん、オンオフっていうのを自分の力でおやりになるという<ー>そういうのが可能らしいよ。 そうだよね年、うん、とともにそういうの芽生えるのかなと思った自分もすっかりじじいになりましたが何にも芽生えねえな本んな,なんか悟りができるのかなと悟りも何にもねえよとバ,バタ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 生きてるわほにに <laughs> 座禅しよう俺もああ時間いっぱい申し訳ないというわけでございましてこのまあ愚痴といいますか明日の続きでございます武田鉄矢 今朝の三枚よろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷佳奈です。皮膚、肌のことを語っております。はい。えー、一番最初目標はすごい大きかったんですが、性的快感は苦痛ととかなんかだんだんそっちの方に話が下ってきちゃって、<laughs> 今日はですね、あの痛みを感じるっていうことがとても不思議な皮膚の。 肌の内側にある神経らしいんだ。まだよく分かってないらしいんで。で、その痛みに関して最も謎だって言われてるのが謎なんでしょうな。それがかゆいなんですって。かゆいあだけどかゆいなんて格段、はすごい不思議だとかって自分で書いたことはないんでありますけども。いやでもどこがかゆいのか分かんないことってないですか<ー>ここ、ここじゃないみたいな。はい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 。<laughs> でも 当たった場合、そこそこ、あんとかっていう。痒みって、すっごい変わった。皮膚にしか起きない、不思議な現象らしいんですね。<ー>最初、痒みというのは。小さな痛みではないか。と言われてたんですけども。はい、痛みと痒みは違う。痛みの不思議なところは。書くと気持ちがいい。え、痛み。あ、ごめんなさい、痒み。痒み,痒みの不思議なところは。書けば。 気持ちがいい。そうですね。お母さんから注意を受ける。書いちゃダメ書いちゃダメっていうのは、うん、もうものすごいあれだよね。難題だよね。書くと痛くなるからって。そうそうそう。広がっちゃうよとかって言われるんですが、うん、書くと気持ちがいいんですね。うん、書くと気持ちがいい痛みなど、この世の中には存在しない。だから、かゆ、ね、みっていうのは独特なんだと。かゆ <laughs>、はい、みはどうも異質の触覚、タッチの感覚だという。えーはい、で、痛みとどこが違うか。 かゆみっていうのは、皮膚、肌にしかない。うん。痛みは内臓にある。ところが、かゆみは内臓にはない。うん。いや、ちょっと胃がかゆいみたいなのはないんですよねな、うん。なんかさ、ちょっと俺、大腸痒くってとか、<laughs> そういうことはない。確かに。かゆみは特化した神経専用も、かゆみは、かゆみだけに、 を感じるためのセンサーが皮膚の中にあるのであろうかと。はい、ではなぜ書きたくなるのか。はい、実験で最も快感を感じるのが背中。わかる。これを書くことによって、これね、からこういうことらしいよ。なんで書くかといえば、うん、皮膚に小さな虫がはっているという想定の行為。うん、その 虫を払い落としているというのが、書くという行動なんだって。はい。これは、痒いという食感が書くことで、小さな痛みを感じ、やっぱり痛いね、書くと。うん、その小さな痛みを優先的に脳に送るんで、その間は、痒いという食感が消えるという。へ<ー>で、ドギッとするのは、ヘロイン。 あの麻薬の、はい、あのあ常習者にはものすごく強いかゆみを感じるものがいるという<え>どうもこれは脳内の快楽物質エンドルフィンの放出が誤作動で皮膚にかゆみとしていやだ俺もあの先生シリーズやってる時に覚醒剤やったあっあ結構大変でさ遠い思い出だけど、はい、専門家の方に来てもらって指導してもらったね 幻覚っていうのはどういうものになるかとか,、はあ、かその人の,そのアドバイスの中に体かきますよっていう、はああやっぱりそうなんだうんそれでよく覚えてるの<ー>ああ体験した方ね、はい、ヘロイン系をやって後悔なはって今それをやめるために一生懸命施設に通いながらっていう方が指導に来てくださって、はあ、痒くなっちゃうんですよっていう<ー>うんでも皮膚、うん 日本語ではもう一つ「肌」という言い方がありますけども猿だった時、はい、もう俺ら毛いらないから皮膚でいこうって思って毛を抜くんですけどよよくもまままあ抜きましたここまで綺麗にね <laughs> 本当にそれは生き物として一か八かの選択。 そうですね。で、残すところは残してね。そうそうそう、すごいな。それでも皮膚っていう感覚を磨き上げて、皮膚感覚でね、相手の思いをこう感じたりするという皮膚感覚タッチっての面白いもんでありますし。興味深うございますよね。人と人の接触によって、私たちの社会生活は保たれている。そうなんですね。皮膚と脳の間には、感覚だけではなくて、自律神経や。 感情的無意識まで皮膚で感じることができるこの食感を鋭くするために人は全身の毛を脱ぎ捨てたのであると、うん、興味深いのはスマートフォンなどの携帯を持つ人の68%が幻の着信バイブを感じているっていうあ時々ありますもんねっにあれ今って思っててもあ,本当あ違うなみたいなそれは誰からか連絡ないかなと思うと 震えたような気がするっていう。え、そうなんですかああ幻の着信バイブを感じるらしいですよ、人間って、はい、現代では。はい、皮膚で感じることが現代では少ないもんですから、見ること、聞くことに大きく感覚は今傾いておりますけども、見ることと聞くことに特化すると、 悪さすするやつが出てきますよ、うん、老人を騙す詐欺なんか見てごらんなさい見ることと聞くことを利用して老人を騙すわけでしょそこにもう一つ皆さん皮膚で相手を感じるとか思いを知るっていう習慣を持ちましょう皮膚というのは素晴らしい感性なんですよ、はい、というこのことを繰り返してデイビッド・リンデン博士触れることの価格を占めておられますが 今回のタッチに関しましてはこれでもうネタおしまいでございます、はい、余った分は面白い話しますんでねこうご期待でございますこの次また明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし おおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで、はい、水谷かなです昨日で「タッチ」の方はネタを使い切ってしまいましたもんですからボーナストラックという意味で、はいはい、エクストラとしてお楽しみいただければっていうふうに本当 <laughs> 皆さんごめんなさいねあの一週ですねあのお手紙おはがきのコーナーをそれでスケジュールが私いつもね <laughs> お話作る時は2週分を目標に、はい、だから1週分先にやりましたとかっていうとわけわかんなくなるよ。<laughs> 1周分のネタって持ってないのよね調整難しいですねそ,そうなのよ、ね、だから申し訳ありませんここからはノート引っ張り出しましてねこれ、はい、2020年6月から書き始めたネタ帳なんですよ、はい、この中であのもちろんこの放送で使ったこともありますからエクストラカットとはいえあそれは聞いたことあるよとかっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、でこの中には私が これはネタになるんじゃないかと思いついた、あの、いろいろ本からのネタが書いてあるんですが、その中に、あの、あれもあるんですよ。あの、新聞の切り抜き。はい、そんなショートショートの、あの、エクストラで楽しんでいただければと思います。2021年7月5日の日付がございます。これ私、本で読んだ時にびっくりしましたね。眠る杯月っていうタイトルの本で。はい、向こう田邦子です。はい。 向田邦子さんっていうのはセンスがいいこの人はもう脚本家なんですけどうまいねエッセイ小説もうまいけど、うん、エッセイうまい眠る杯月って何だと思う何ですかこれね向田さんの聞き間違いを本のタイトルになさってんの「<は>めぐる杯かか,かげさして」<あ>っててそういうことか 向こうとさんは子供の時、眠る桜に聞こえたんだって。聞き間違いなんだ。聞き間違いの面白さって。人間の耳って面白くて、<ー>聞き間違える面白さってあるよね、人間の耳が。はい。その眠る桜なんだ。うん。だから気持ちの悪い歌っていうんで、うん、わらべは見たり、 夜中のバラってのがあって。夜 <laughs> 中じゃなくて。夜中じゃなくて。だ <laughs> からフランス人の挨拶コメンテレブー、うん、もうダメ、ね、そんなとこでブーしちゃっていううな <laughs> コメンテレブー <laughs> そういう面白さが巧みなんだなってこの方がこの「めぐる杯」の中の一生で書いてらっしゃったのはですねえっとこれ一回話しましたね読売新聞編集手帳であります。 向田さんが電車に揺られてあの窓外の情景を見てたそうすると物干し台があるわけよ、うん、見てたらその人の脇にライオンがいた <laughs> これは驚くよね、うん、己の目を疑いもやもやした記憶にっていう向う田さんの謎は20年かかったそうですよ、はい、それでエッセイの中で書いておられたのはそのライオンの所有者がいたっていう 本当にライオンだっあのなんか事情があったんですよ、はい、オスのライオンお尻にかくまってたんだってへ<ー>でクーラーもない頃だからライオンもっそうにしてんだってほん、はあ、で「ゆすみしよう」っつって夕暮れに物干し台に出して走り去る電車を眺めてたら <laughs> ばったり向こう田さんと目があった向こうは気づかないけどね。 これ電車の中の中ださんんも最高なんだ指さして「あの今ほらあそこほらだラ,ライオン」って言うけど「<laughs> なんだかのこの姉ちゃん」とかっていう顔で見られちゃって騒ぐのやめたっていうそれが20年後に私が夕鼓をライオンにさせてましたっていう人が名乗り出てそのことエッセイに書かれて、はい、これ面白かったなこの記事は。さあ切り抜きの中にこれは紹介してないと思うんだ。はい ウサギという生き物がおります。地球上に現れたのは6000万年前とされておりまして、14種類もいたそうであります。14種類いて、それが次々滅ぶ中で、小さい島の中に閉じ込められて、わずかな種類になっちまったアマミの黒ウサギってのがいる。はい。これはもう固有種なんです。アマミしかいないんだよ。うん、生態も数が少ないから謎で、でも、 地元の人が確かに見たっておっしゃるんだ。うん、冬場、アマミでも、冷血動物のハブは、アマミの冬もきついらしいのよ。しゃなーとかって、ハブは思うらしいんだ。うん、ハブはなんとか、その、アマミの冬を乗り越えなきゃって言いながら、森の中、アマミの黒ウサギの巣を探すんだって。どうすると思うえ入っていくんだって、ハブが。ウサギの巣に。うん。それで、 うさぎにぐるぐる巻きに巻きつくそうだよ。そうすると、あったかい。ハブは。<laughs> そんで、うさぎはじーっとしてるんだって。ええー。巻きつかれて、うん、ハブ寒いじゃあいいよ。しばらく巻きついてな。抵抗しないんですか抵抗しない。そ身の危険を感じない。感じない。それで、うさぎが、悪いね。ハブ、トイレって言うと、ゆるーく溶けるそうですわ。ええ。ー。それで、ハブは、 黒うそだって,ーだってちゃんと目撃者がいるんだもん本 <laughs> んにだから生き物ってよくあの弱肉強食とか言うけど両者が生存できるっていう可能性があるならば食わずにお互い助け合うものなんだって <laughs> 魚でもそういうの言いましたよね なんかの大きい魚のところにこうしがみついてる魚んだっ、はい、け何だっけ何ザメ。小何ザっけ何だ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 っけのだっけ何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 の上で。<laughs> 武田っけ今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。というわけでございまして、ネタ使い切ってしまったもんですから、申し訳ありません。エキストラといいまして、私のあの、ノートに書いてありますネタ。今まで使ったこともありますので、少しお話が重なうかもしれませんけども、はい、これは2020年の6月だから、コロナぐらいの時かな。そうですね。ねはい、コロナの騒動が始まってる時に、 書き溜めた文章なんでありますね、はい、一人称研究、はい、スワさんという方がお書きになった本で認知科学身体値コツとスランプっていう、はい、ありますよね人間スランプっていう時がありますねその時に そのスランプを乗り切って手にするコツとは何だろうっていう、うん、そのことを書いておられましてなんか私は深く感じるところがあったんですね、はい、その本の中にあった言葉でありますけども日本人の言葉の中に「物事」「物事はちゃんとお前ね考えないとダメだよ」っていう、はい、この「物事とは何事だ」<え>理屈っぽいんですが「はい、物事とは何なんだ」っていう、うん、これは「 私というものに起こった出来事。これがごと。はあ、そして私の心の内じゃなくて私の外で起こったもの。それがもの。内、うんはい、と外を合わせて物事。はあ、面白いですよね。はい、それでこの諏訪さんって方がおっしゃってる中で面白いのは 私という人間は私という人間をもっと研究しなきゃダメですよっていう。うん、当事者研究。私たちは私という存在を研究するために私に生まれた私なんですから、私のものとことをしっかり考えましょうよっていう。はい。理屈っぽいちょっとめんどくさい感じですけどね。でもなすごいいいなと思ったんだ。<laughs> 一つの答えで世界を解くことはできませんよ。はい、世界っていうのはいろんな解き方がある。それは、 私ごと物事を解いてっていいんですという。うん、これは新聞のコラムですね。それで見つけたエッセイなんですけども、あの、理科の時間に氷が溶けると何になりますかって先生が聞いたら、頭のいい子が氷が溶けると水になります。正解と白書ところがあんまり賢くない窓辺の子が手を挙げて、その子は違うことを言った。氷は溶けるとってうとその子が春になります。 っって言ったといういいうですよねね、うん、その答えも、ねうん、だから理科の解き方と国語の解き方があるんだとん格のごとく世界というのは教科によって答えが違うんじゃないかっていう、はいえー、その、ま、これは私の勝手な発言ですが「あはい、週刊文春」という週刊誌に「文春法」といって、はい、芸能人を粉々に砕く文春法がある「不倫」とか「密会」とか。 それを道徳だけで解いていいのだろうか。うん、それは武田が言ってるんですよね。はい、氷が水になるっていうのと氷が解けたら春になるっていうのと同じようにその不倫そのタブーそれも解き方によっては全然違うものになるのではないだろうか。うんうん、さあ著者の言い方で人間にはスランプが起きる。どうあがこうとスランプからコツが抽出できる。これ面白いこと言ってんね。 スランプがないとコツは引き出せないよっていううなるほどなだから「物世界へ眼差しを向けて言葉で表現する」そのことを忘れちゃダメですよラジオの仕事ってのはそうじゃん世界の出来事を言葉で表現しようとする、はい、言葉は確かに何にも役に立たない時あるんだよ武田鉄也を歌ってるけどスタートラインでそんなこと言ってるけどな、はい、<laughs> だけど <laughs> 言言葉葉ににできなないいことととをししようとしないとコツがつかめないいっていう,、はい、うかだからあの今週お送りしたい言ってることとよく似てますね体感体で感じることを絶えず言葉に結びつけておきなさいっていう、はい、これがやっぱり人間が人間としてこう自分を知る意味で足がかりになりますよっていう、はい、ほら。 まあいろいろとびっしりと書かれてノートに付箋もたくさん貼られてそうそうそう,そうもういろんな紙を使って、えー、世界の謎を解こうと思ってね <laughs> すごいですねこれで解けないから、はい、何が書いてあるんですか、うん、それえ右肘の押し込みを繰り返すうちにインコースのさばきができるようになったそ<れ>、ね、ゴルフですかそうです <laughs> <laughs> こんなことを文字にしても全然 上手になんなんい,いやでもゴルフって、うん、ずっとこう打ちっぱなしで練習していて、うん、全然うまくなんなくて一、うん、回もうやめようと、うん、やめるで一週間ぐらい全然やらない、うん、で久しぶりに振ると、うん、あれできるじゃんっていうことありますよね。ある。それはあるだから、ね、その体の不思議ささ、はあ、あのできないで諦めてるんだけど言葉がずーっと体の中に響いてるのよ。 言葉がね、うん、それがあるコツをつかみにいってる、うん、自分がコツをつかんだのにそのことに気づかないんだよ<ー>カナはあの映画見たことないか <laughs> イルポスティーノっていうあの郵便屋さん郵便屋さん、はい、イタリアの小さな島の郵便屋さんが世界的な詩人と仲良くなって、うんはい、その世界的な詩人がすっごい難しい詩をそうすると郵便屋さんイタリアの郵便屋さん無邪気だからその詩はどんな意味ですかっていうそしたら「 その芸術家の詩人が意味を聞いちゃいけない。体で分かった時意味は分かる。その言葉がすごく印象的で、俺の解釈だけど頭の中に残ったフレーズが、分かるまで分かっちゃいけない。うそういうことってあるよね。はい、はい。というわけで、このノートまだネタがあります。来週はちょっとまんま続けてみようかなと思います。この次のあった来週のまな板の上で